Thank you.
それでは、エコー柱除幕式を開催いたしますので、関係者の皆様、ステージへお願いいたします。皆様、こんにちは。1年に一度開かれます、善光寺前田神尊御開帳がいよいよ始まります。さて、今回、善光寺御本堂前に建立されますエコー柱は、松代町西条の中村神社から、推定樹齢220年の杉の木が選ばれました。昨年6月には善光寺において祭納式、7月26日には物入れ式、そして今年に入りまして2月25日には樋口邸でお清め式を行いました。そして明日29日いよいよ回向柱を善光寺に奉納いたします。そこでこれより前日祭として回向柱除幕式を開催いたします。申し遅れましたが、本日司会進行させていただきます。私、松代町郵政放送、中澤由香と申します。よろしくお願いいたします。それでは初めに、主催者を代表いたしまして、善光寺エコー柱寄進交流会、吉川純一会長よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。善光寺エコー柱寄進建立会の吉川と申します。14代ご当主様、そして長野市長様、そしてご来賓の皆様方には何かとお忙しい中、前日祭にお出かけいただきまして誠にありがとうございます。いよいよご開帳が迫ってまいりました。今回のご開帳は4月の5日より5月31日の57日間にわたり開催されます。北陸新幹線も金沢まで延伸され、前回よりも大勢の善男善女の皆様が長野に訪れることと思います。善光寺の今の本堂は徳川幕府が松代藩三代藩主真田幸道公に再建を命じ1707年に完成しました。このような善光寺と松代の縁故から7年に一度行われる御開帳に本堂前に建てられる回向柱は毎回松代町より奉納される習慣となっております。御開帳の期間中にシンボルとして本堂前に建てられるのが10メートルの高さのエコー柱です。このエコー柱より堂内に引かれている白布の端は如来様の右手の中指につながれ、エコー柱に触れることで前立ち本尊様のお手に触れるのと同様の仏縁をいただくことができると言われております。また釈迦堂にも6メートルの供養塔が奉納されます。今回は松代町西条の中村神社より樹齢220年の杉の木が選定されました。そして皆様には明日ご参加いただきまして、御開帳回向柱奉納行列が真田勝どき太鼓の合図のとともに松代藩文部学校前をスタートいたします。今日お見えの14代ご当主様には黒の束帯でご出演をいただくように計画しております。
絢爛豪華な真田十万石行列に続いて大勢の前男前女に惹かれた回向柱が町内を練り歩きます。この奉納行列は1時間ほどで短い時間しかご披露できませんので、この前日祭を設け、回向柱使用木の理財を使ったミニ回向柱を松代の地に建立する除幕式を行いました。今回は日本を代表するお二人でもあります雲龍さんの笛の音を呼び込むような古澤雄法さんの地唄舞の奉納も予定されております。どうぞ前日祭楽しんでいってください。ご参加どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いて本日ご臨席いただいているご来賓の皆様をご紹介いたします。まず真田家14代当主真田幸俊様、長野市長加藤久夫様、善光寺事務総長内田道重様、善光寺御開帳奉賛会会長北村正弘様、善光寺法務局長若海正弘様、善光寺御開帳奉賛会事務局長今井勝明様、ご来賓の皆様をご紹介させていただきました。それではここで本日ご臨席いただいておりますご来賓を代表して3名の方よりご祝辞を頂戴いたします。はじめに真田家14代当主真田幸俊様よりご祝辞を頂戴いたします。真田様、前へどうぞお進みくださいませ。本日ここに、善光寺回向柱奉納前日祭がこのように盛大に挙行されますことを心からお喜び申し上げます。ご存知のようにですね、この7年の間、東日本だけでなく長野でも大変辛い思いをされた方々多数いらっしゃるというふうに伺っております。この回向柱はですね、善光寺様のご意向により、ご参拝の皆様のですね、まさに心の柱となるものでございます。今回、関係の皆様のご尽力によりですね、大変、素晴らしい、その重責を担うにふさわしい柱が用意されたというふうに伺っております。これはまさに関係の皆様のご尽力、ご努力によるものと存じます。それらの今回奉賛会ご用意いただきました皆様の、に敬意を表し、また、お忙しい中、本日の前日祭にご参加いただきました善光寺様、加藤市長様はじめ、ご来賓の皆様に敬意を表しまして簡単ではございますけれども祝辞とさせていただければと存じます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に長野市長加藤久夫様、お願いいたします。皆様こんにちは、長野市長の加藤でございます。明日の回向柱の奉納行事に先立ちまして、吉川会長のもとにこれを盛大に前日祭が開催されましたこと誠におめでとうございます。
いよいよ4月5日から善光寺御開帳が31日まで行われるわけでございますけれども、その時には前立ち本尊様との五色の指で五色の綱で囲まれました禅の綱で結ばれました回向柱と目指して全国からですね善男善女が押し寄せてくるわけでございます。本当に回向柱のこのがもしこの善光寺さんのこの御開帳になければまさにささら放さらになってしまうわけでございまして、いかにこの回向柱が善光寺御開帳によってまさにシンボル重要な役割を成しているかということでございます。本当に吉川会長をはじめていたしまして、皆様には今日も大変なお力をいただいたことを感謝を申し上げるわけでございます。本当に今吉川会長の方からもお話をございましたように、300年前にこの善光寺の再建に松代藩が関わったということのご縁で今日まで、この回向柱の奉納の役割をされておられるわけでございます。本当にこの縁の深さというものを改めて感動するわけでございます。さて、いよいよ明日はこちらの方からこの上下を含めた回向柱が総勢60名の皆さんがこの長野に向かうということでございまして、長野でも北村会頭をはじめといたします法参会の皆さんがですね、この門付き袴古式豊かな清掃を持ってにぎにしくお迎えをし、その後お聞きしますと1200名もの奉納行列が盛大に行われるということでございまして、そして善光寺におかれまして受け入れ式が行われるということでございます。本当にこの奉納式回向柱のしっかりと奉納されますようご祈祷申し上げますとともに、善光寺御開帳が大成功されますことと、そしてまたここにいらっしゃる真っ白の皆さんのご健勝をご祈祷申し上げましてお祝いの言葉といたします。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。続いて善光寺事務総長内田道重様お願いいたします。ありがとうございました。それでは回向柱の除幕を行いたいと思います。先ほどご紹介いたしましたご来賓6名の皆様と小山田顧問様、篠原顧問様、市川顧問様、八田真田会会長様、綱を引いていただきますのでご準備をお願いいたします。
用意はよろしいでしょうか。それではどうぞ。ありがとうございました。皆様盛大な拍手を今一度お願いいたします。じゃあそれではお席の方にお戻りください。この後鏡割りを行いますが、舞台準備のためしばらくお待ちくださいませ。準備が整ったようなので鏡割りに移りたいと思います。先ほどの回向柱の除幕を行っていただいた皆様、前にお進みくださいませ。ここで鏡割りの木遣りを善光寺木遣りの皆様お願いいたします。これよりお神酒が振る舞われます。会場の皆様、数に限りがございますが、お手に取っていただき、皆さんと乾杯を行いたいと思います。それでは乾杯を行いたいと思います。乾杯のご発声を善光寺御開帳法三会会長北村雅弘様お願いいたします。ただいまご紹介いただきました、善光寺御開帳法三会、会長の北村でございます。本日は、松代の皆さんが丹精込めて、特に中村神社の、方には、270年90年と、育っていただいたその回向柱、これを、明日奉納ということでございます。そんな中でこのように盛大にまず前日祭が開催されましたことを誠におめでとうございます。この回向柱が善光寺に祀られ、そして仏様と結ばれて、そこに全国各地、また海外からも大勢の皆さんがお越しになります。そしてご利益を十分に得ていただいて、本当に立派なこの地域経済発展すること、それを記念し、そしてまたこの回向柱が大いに活躍していただいて、皆さんにご利益を大いに与えていただきますこと記念申し上げ、松代の皆さんと、そして今日ここにご参集の皆さんのご健康と
ご多幸を記念して乾杯をしたいと思います。それでは、声高らかにお願いしたいと思います。おめでとうございます。乾杯。ありがとうございました。引き続きまして、お祝いの決まりを善光寺木遣の皆様お願いいたします。本日は前日祭並びに除幕式、誠におめでとうございます。善光寺木遣保存会よりお祝いの木遣を申し上げます。よーれめでたりよーりわい、明日旅立ちエコーバーしらよーい無事を願いて幕を開ような先絆せあれはいさのせやれめでたりやさきずなえやさのせあよいさのせやれめでたりよさきずなを今一度お願いいたします。これをもちまして、エコー柱除幕式を閉じさせていただきます。この後も松代城特設会場にてイベントが開かれますので、引き続きお楽しみくださいませ。ありがとうございました。皆さん飲んでください。足場へ戻りますので。